隣に寄ってく？こんな高い車で言い慣れてない宮崎明子です。今回はですね、日本の市販車で一番高い車、ババーン、レクサスの LFA、 こちら紹介していきたいと思います。私もたまには高級車に行くよ。それでは早速行ってみよう。吉野くん、今日はね、めちゃくちゃ高い車なんだよ。だから、傷とかがついたらいけないから、ちょっと時計とかしてたら貸して、外して。はい、これね、この時計、うん、なかなかいい時計持ってるじゃないか。質草としてはかなりいいね。それでは早速レビューしていきたいと思います。今回はそのオーナーさんがね、こちら撮影協力してくださるということで、オーナーさんにちょっといろいろ聞いていきたいと思います。はい、それではまずお金の話します。ちなみにこれって今何本ぐらいになってるんですか？まあいろいろとね、説はあるみたいですけども、まあ今だいたい1億からその上あたりなんじゃないでしょうかね。1億。こんな時計なんて、こんな、もしね、傷つけたらね、私たちが一生働いても返せない額だよ。分かってる？頼むよ。え、これ買ったのは何円ぐらいだったんですか？買ったのは4000万ぐらいでしたかね。4000万。4000万が1億。お金持ちってさ、お金持ちの元にはお金が集まるっていうやん。結局そういうことなんよ。わかる？みんな。そういうことなん。でもそれでいいの。もう私たちはその庶民の幸せを見つけていこう。今日はよろしくお願い。全然ね、そのオーナーさんがね、がっついてる感じがしないの。私たちはさ、もうさ、こんな時計でさ、いい質草やみたいな言ってるけどさ、もう全然そんなことないの。もう菩薩のように優しい人なの。本当にね、そういう人こそやっぱお金持ちになるんですよ。私たちみたいに煩悩が多い人はダメなの。このマットブラックの色もすごい人気があるらしくて、だからまあ今の中古車市場でより人気が出ているそうです。白とかもあるんですよね。そうそう、あります。白とかは結構玉数が多いけど、やっぱりこのマットブラックが少ないんですって。で、オーナーさんはさらにこう、油染みとかがつかないように透明なフィルムを貼ってるんですね。はい、なるほどなるほど。なんだろう、すごいマットってやっぱなんかちょっと悪役に出てきそうな感じの、ちょっと悪そうな雰囲気になるなっていう感じです。で、前から見てもらったらさらにこうバットマンとかが乗ってそうな、バットマンが自家用車で乗ってるって感じ。仕事の時はバットモービルとか乗るけど、なんかとりあえず今はなんか自家用車でこれ乗ってますみたいな感じのデザインになってるなというふうに思います。これね、ちょっと今気づいたんだけどね、このレクサスのね、マークの後ろのね、ポツポツは何これ？これ穴開いてますよね。え、このポツポツって何ですか？あ、ここからエアを入れるためのエアインテークになってるんですね。あ、ここ？エアを入れるための。冷却のためですね。これ見て。これ立て付けが悪いかと思いきや立て付けが悪いんじゃなかった。やっぱでもこの隙間からも冷やすために入ってるってことなんですね。そうですね。すごい。そしてやっぱりこのボンネット見て一番の特徴といったら、ここですよね。あ、でもここは今エンジンかけてもらったからかどうかわかんないんですけど、めちゃくちゃあったかい。ここに開いてて、でもゴミとかたまらないんですか？あ、そうですね、ちょっと掃除の時が、熱を持つところなんで
北があの駅前になってるんで、あ、はい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 、暑い時にこう水をかけてしまうと、うんうん、ちょっと問題があるところですね。割れたりするみたいな感じですか？割れたりすること、うん、うん。じゃあ洗車の時ってめちゃくちゃ気使いますよね。そうですね。これに自分で洗車されるんですか？いやー、ほとんどね、これ洗車ってしないんです。あの、拭き掃除です。あ、やっぱでもそうなりますよね。はい、そして雨の日は乗れないってやつですよね。そうですね。わあ、これでも皆さん買う時にね、そういうところもね、あの、まあちょっと想像したらわかるみたいな人もいるかもしれないけど、でもそういうところもちゃんと知って買った方がいいってことですよね。はい。それでは続きましてサイド行きたいと思います。これさ、結構あのウインカーが出っ張ってるデザインなんですね。そうですね。これはあのサイドにあのデザインのデザイナーの方がウインカーをつけたくなかったということで、うんうん、あ、デザイン的に、デザイン的に、はい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 、それであの視認性を良くするためにそれだけ出てる。あ、まあまあ出てますよね。これ三角形になるぐらいね、だから結構出てるんだなって。それであとこれですよ、これ。これあの、富士スピードウェイのあの F らしくって、チタンで。チタンで削り出し。削り出し。になってます。じゃあ、あれやね、チタンのあの材料費よりも工賃の方が高くなっとるね、これ。吉野くん、そうだよね。そうだよね。こんな、こんな、こんな、私たちお金の話ばっかりして、じゃあ次サイト行こう。これが、ラジエーターを冷やしてて、で、こっちは、あの、なんか冷やしてるそうです。これね。ミッドシップ。ぽい。みんなどう？どう思う？私自分で言っててちょっとさ、自信がなくなったんだけど、私はそう見えるんだけど、みんなどうでしょうか？これすごいですよね。え？この窓、ここ樹脂の窓なんですね。樹脂の窓なんですか？でもこれでもちょっと違うってことなんでしょうね。でもそうですね。でラジエーターのダクトはこっちから行ってここに抜けてますね。なんかでも今までさ紹介した車でさ、こういう類のさ車がなかったからさ、不思議な感じですよね。それでは続きましてリアなんですけど、やっぱりあのリアで一番おーってなるのが これじゃないですか。3本のマフラー、逆三角の。これでもこれなんで3本にしたんですかね。一番先にやっぱ目が行きますよね。そうですね。まあ、他の車にはない特徴をやっぱり狙ってこういったデザインにしたんじゃないですかね、はいはい、確かに。でもなんかこの LFA って言ったらなんかこの後ろから見た時にこのパッとわかるのがなんかここが一番トレードマークなのかなみたいな感じのデザインだなと思いました。私もあのネットとかでいろいろ見てて、ここがやっぱりこの LFA らしいというかそんな感じだなというふうに思いました。でこれが聞くところに、これついてましたっけ？なんかね、これ、あの、画像で検索したときにネットで、ここのね、リアスポイラーがついてるのと、あの、ついてないのがあったんですけど、これはあの、なんていうんですか、グレードによって違うんですか？これはあの、オプションで選べます。オプション？ちなみにこれ何円ぐらいになるんですか？これはね、結構ね、お安くて、なんか3万ちょっとぐらいでね、つけられるものなんで。それ、あの、3万ぐらいやったら、絶対つけた方がいいですね。そうですね。それは勧められました。ね。あ、やっぱ勧められました。はい、これ、はい、LFA でこれが3万のやったら、もう絶対つけますよね。そうですね。かなり効果はあるそうなんで。あ、そうなんですか。意外にこういうところはじゃあ庶民にも優しい感じになってるんですね。そうですね。ちなみにね、さっきあの、F のね、サイドのマークがチタンで高いっておっしゃってたじゃないですか。このリアの、この LFA の、
このマークも高いんですか？これはあのありとなしとで、うん、特に値段は変わらないんです。あの欲しければつける、いらなければつけなくてもいいっていうな、うん、じゃあこれただなんですか？ただです。これはこれただなんやったら絶対つけた方がいいですよね。こんな何千万の車買おうかっていう人にただなんやったらつけた方がいいって、そんなことないよ多分。みんなデザインで選ぶんやで。でもただならつけた方が絶対いいですよね。そして LFA のこの一番の特徴として、ここ羽がここの部分のね、今羽が出たり入ったりするんですよね。これ一回出してもらって、出たり入ったりしてもらってもいいですか？はい。じゃあちょっとお願いします。はい、あ、出た。ここ出たらこんな感じになるんですね。出たらちょっとパールブラックみたいな感じのが出るという。ここはマットブラックでね。すごいね。引っ込んだ。皆さん、LFA と言ったらエンジン見たいですよね。あ、開けてくれました。じゃあちょっと行ってみようか。よし、あ、軽い。これ全部カーボンだからめちゃくちゃ軽いです。私最近キンキンで行くと、一番この重かったのが自分のね、ギャランだったんです。それと比べたらもう全然軽いです。そしてね、今思ったけどね、これね、この支える棒がね、カーボンなんよ。いくよ。あ、怖っ。これがね、めちゃくちゃ軽いの。釣り竿みたい。めっちゃいいカーボンの釣り竿って、このあれやん。釣り竿ってカーボンやん。それぐらい軽いです。めちゃくちゃ軽いです。で、これをつけて、で、ここに当てはめると。ちょっと、あれですね。V10 なのに、V10 って言ったからどれぐらいなのかなと思ったら、結構 V8 エンジンぐらいの、そんなに大きくはないんですね。そうですね。やはりこう、フロントミッドシップというか、そういった重量配分をかなり意識して、うん、何か作ったそうなんで、うん、まあ V10 といってもかなりコンパクトにできてるそうですね。で、これがさっき言ってた駅マリのところですね。こっから水が入って、ちょっと一気に冷やすと、冷やされると。そうですね。割れちゃうみたいな。本当ですね。めちゃくちゃ受け口が広いから、本当に入りやすそうですよね。あ、そうですね。そこは気をつけないといけないところかもしれません。いや、でもなんか思ったより、ちっちゃいというか、なんか手組みみたいな感じで書いてあったし。で、これがあれよね。ハンドビルドですね。ハンドビルド。ハンドビルド。え。ハンドビルド。ええ。あ、ハンドビュルトって言って。だからこれ要は手組みですってことですよね。そういうことです。これじゃあ一個一個手組みしてたってことですよね。ヤマハのね、はい、職人さんがこう、一気一気こう、担当して組み上げていったエンジンですね。でもだから、まあでもそれを考えて、新車価格で4000万とかだったら、正直、まあ、お値段的には結構、家ね、一軒ぐらい建てれるぐらいだけど、でも、元取れないぐらいの、この、なんかね、技術は搭載されてるみたいな感じですよね、多分。そうですね。これは、売れば売るほど赤字が出るって言って、そうですよね。メーカーから取ったらね。これ、エンジンかけてもらうことって、できますか？大丈夫です。はっ。じゃあちょっとエンジンかけてもらいましょう。吉野くん、しっかり押さえてね。こんなチャンス二度とないから。頼むよ。時計外してるね。OK。こう、今、ぶっちゃけ初めてかけてもらうんですよ、エンジン。音。だから初めて音。うわぁ。
いい音色だね。なんかさ、なんていうんだろう、上品だね。このうるさいとかじゃないんですよ。この深みがある。出すぎず、でも自分を主張しつつ、心地よい感じのエンジンサウンドとなっておりました。じゃあ、早速乗り込んでいきたいと思います。そこ、鍵穴なんですけど。鍵穴ですよね。これって、これってどうやって、それは来ませんね。上にノブがありますんで。ノブ？上に。押してみてください。これか！これや！これや、これこれ！これ！これ、この四角いやつですよね？そうです。あ、これや。うわ、開いた。そして扉が軽い、また。ちょっと乗ってもいいですか？どうぞ。これ、土金とかじゃないですよね。大丈夫です。じゃあちょっと失礼します。軽い扉が。うわぁ、これが LFA の実力。隣に乗ってく？こんな高い車で言い慣れてない。内装行きたいと思います。やっぱこれも、車内がめっちゃ革の匂いがする。これちなみに本革ですか？本革です。やっぱ全然違う。合皮とは物が違う感じの匂いがします。それと、ちょっと今乗った瞬間気になったのが、これは誰のサインですか？これは開発責任者、チーフエンジニアのサインですね。棚橋春彦さんって書いてあるんですけれども、はい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 。トヨタ博物館で講演会があったんですけれども、その時に、伺って、なるほど、サインをしていただいたものです。じゃあもう一点物みたいな感じですよね。そうですね、ええ。わあ、すごい。でも多分、売るときにこういうのもプレミアムになったりするんですかね。かもしれませんね。すごい。はい。続きましては、機能について細かくチェックしていきたいと思います。で、機能は、ここ。まずこのシート。これ多分、ここを押すと、後ろに棚があるんですよ。で、ここの棚のこの荷物を取るときに、ここを押すと自動で、椅子が前に出て取りやすくなるみたいな。背もたれが起きて、で、シートが前に行って取りやすくなるみたいな感じだと思います。これは、背もたれの、こう、リクライニングで、これは、先生、この一番前は何ですか？それは前後ですかね。あ、前後ですね。これは前後。ええ。で、これはあれですよね。この1、2、3は何ですか？これはシートヒーターのダイヤルだと思います。あ、ええ、これがシートヒーターのダイヤルになっていると。そして、ここ、オフって書いてある。これは滑らなくするために。あ、そうですね。ね、これですよね。VDIM のスイッチですね。これはワイパー。これは変速の時のやつ。これはあれだ。走行モードだ。走行モードスポーツとかノーマルとかですよね。ええ、で、逆に行くと、これがライトですよね。ライトです。はい、ライト。で、これは R って書いてあるのは ?R はこれ、バックするときのスイッチですね。あ、バックするときのスイッチはここについてるんや。ええ。ほんで、ここは何ですか？これ。これがウィンカーです。あ、これがウィンカー。で、これはまあ普通にあれですよね。パドルですね。パドルシグナルですよね、はい。あ、これウォッシャー液や。ウォッシャー液ですね。これが皆さんウォッシャー液です。で、これは普通の何ですかこれ。これはですね、メーターの設定を変えるときに。あ、はい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 。使うものです、まあ。これは一般的ですよね。ええ。で、これエンジンスタートの位置はここってことですよね。エンジンスタートスイッチですね。鍵でもエンジンスタートできて、これでもエンジンスタートできるってこと？鍵でまずオンにしておいてから、で、これでエンジンスタート。それでエンジンをスタートするということですね。ええ。普通の車って普通に鍵を持ち込んだらエンジンスタートボタンしたらできますよね。できますけどね。この LFA に関しては、鍵をやってオンにして、ここを押さないとダメなんだ。そういうことです。で、センターコンソールはこれ。これは？これ何の鍵ですか？これはですね、
ドアのロックとアンロックだと思うんですけども。うん、そうです。正解。はい。キーを入れて。オンにして。オンにして。ブレーキを踏んで。で、これでいくよ。いきますよ。はい。うわ、めちゃくちゃかっこいい。ここで合ってますよね。合ってます。ほんで窓がさ、積もらないやつですかね、うん、でこれはリアじゃないですか。アポリリアのですか。でこれはなんだ。これはですね、午後4時です。あの車高が上がるのがついてるもんですから、これはそれを押すと上がります、うんうんうん、あのこれはこれエアコンだ。エアコンの温度ですね。これはエアコンの温度が変わります。はいはい、これね、プラスに上を押したらどんどんあの、はい、あのエアコンのこの、ね、そうですね、調整が。はい、でこれは？これはファンオフですね。エアコンを切るときに使うボタンですね。あ、本当だ。エアコンオフボタン。でこれは、あ、これはあの電話かけるときとかなんですか。はい、これはあのまあ一般的な便利機能ですよね。そうですね。これは？あ、ラジオ。ラジオ。これは？あ、出てきた、出てきた。出てきました、出てきました、この文字が。はい。ね、で、オートプリセットですね、あの、放送局の。あ、はい、はい。これは？これディスクが入るんですね。あ、ディスクが入る。普通のイジェクトとかそういったあれですね。はい、はい、はい。で、これはなんかその、マップとかそういう関係ですよね。あの、ナビ関係の。はい、はい、はい。で、これは、まあ、エアコン、もうありがちですよね。はい。これもエアコンのやつ。エアコンです、はい。これは温度ですね。ここにあるんですね、ハザードランプ。ここにあるんです。これちょっと遠くないですか？遠いんです、ここは。なかなかこれは、私が今ここにいるから、ここにいるんですよ。そしたら、こっから一番離れたところに、これがあると。まあまあ、ちょっと押しにくいっちゃ押しにくいですね。そうですね、押しにくいですね。で、これが内装のボタンになっております。吉野くんよ！あの、例の物を、例の物を持ってきなさい。はい、ありがとう。ちなみに、これね、私、あの、紙パック職人というのをやっておりまして、あの、ドリンクホルダーに紙パックが入るかどうかを、ちょっと、あの、毎回調べてるんですけど、これドリンクホルダーはどこになるんですかね？ドリンクホルダーはこの車ないですね。え？この車ドリンクホルダーないんですか？ないんです。え？で、さっきね、ここ羽がビヨーンって出てきたじゃないですか。羽がね、出てきたやん。で、あれはですね、ここにあるんですって、助手席の、待ってよ、助手席のシートを前に出すと、ここ。わかる？これをね、押すと、見て見て見て。ちょっと見て見て。そう、羽が出てくるんですよ。これでも、素朴な疑問なんですけど、ここにあったらね、運転席側から押せないじゃないですか。だって、ここ助手席で、助手席の左側にあるんですよ。押せないですね、これ。あの、基本的にあの、自分でこう、なんていうんですかね、あの、自由にはこう、上げ先ができないようになっているそうです。あ、そうなんですね。じゃあ、もうこれ、走行中に出てくることはないんですか？走行中には、こう、設定した、もう、あの、速度が決まってて、その速度になると、自動的にこう、上がってくるっていうようなことになってます。なるほど。じゃあ、そんなんと多分、空力的なことを考えて、この速度ならこのぐらいの角度、この速度ならこれぐらい一番よく走れるみたいな感じで、もう設定してあるってことか。そうですね。じゃあ一応自分で出せるようにもしてるよみたいな感じなんですかね。あの、お掃除の時とかそういった時に出すように。掃除なんですね。なるほどなるほど、そっちの方で出せるようになってるってことなんだ。そうですね、はい。ああ、これはなんかなるほどな部分ですね。まあこれがね、果たして意味があるかどうかわからないけど、これからのオーナーのために一応やっていきたいと思います。で、まずね、座面。一番下にして、ヘッドクリアランスいくよ。1、2、3。おー、でも拳3つ分。そして今気づいたけど、これハンドルもカーボンや。ちょっと映してもらっていい？
ハンドルがカーボンなんよ。これはさ、でも割に合わないよね。4000万で売ったとしても。ちょっとあれだよね。元取れんよね。で、これ、座面が3ね。で、これ一番上にするね。これ一番上っていうか、これあれだね。まあ、ちょっとは上がるけど、まあ、どっちかというと角度が変わるって感じと思う。この、座面の角度がちょっとこう、こうじゃなくて、まあ、こういうイメージを持った方が分かりやすいかもしれないですね。それでこう行くと、一番上に上げて 2.1 ぐらいかな。で、これリクライニングもします。ね、これ。リクライニングもすると。そういった感じになっております。だからまあ、そんなに変わんないかな。で、これね、早速運転しようと思ったんですけど、これシートベルトがね、ちょっとちょっと吉野くん寄ってもらっていい？このさ、シートベルトの生地はさ、まああるあるやん。こっちのね、胸に当てる方の、肩の、胸にこう当てる方のね、生地がね、これちょっと、ただごとではないんですけど、これって自分で、やられたりしたんですか？これなんですか？これはシートベルトがエアバッグになってるんです。あ、これ自体が？あ、そうです。だからこうちょっと入ってる感があるんだ。これね、熱いのよ。なんかちょっと聞こえるかな？中にこうちょっとビニールのようなカシャカシャしたようなこう手で握ると音がするんですよ。だからここにエアバッグが入ってるっていうことなんでしょうね。そうです、はい。すごーい。これね、ちなみにこの車って新車で購入されたんですか？そうです、これ新車で買って、はい、買うって多分これすごいどうやって手に入れたのかなって。これはですね、一応抽選販売って形を取ってたんですね。それで、まあ、一応日本の国内の割り当てが、当時レクサス店が日本に165店あって、各店舗1台っていう割り当てだったんですよ。で、まあ、なんていうんですかね、そこの自分のまあ、行きやすい店舗に申し込んで、そこで抽選を待つような形で、まあ、当選した？そうなんです。それがですね、当選したんですね。ちなみに倍率どれぐらいだったんですか？倍率はですね、そのディーダーによってね、違うんですけれども、私のところは、5倍でした。5倍？ええ。でもさ、考えてほしいんよ。5倍ですごいですね。よく当たりましたね。じゃないんよ、私が思ったのは。この4000万円の、車を買えるだけの人がこの日本にそんなにおるっていうことがまずすごいやろ。吉野くん買える？いや、それ以前に俺高校やったら落ちてるよな。平和、このチャンネル平和。以上です。で、今ちょっとね、いろいろレクチャーしてもらったんですけど、まずパーキングボタンの位置がやばい。くぅ！ちょっと待ってよ。ここなんですよ、ここ。だから、めちゃくちゃ、初っ端から操作性は悪いですよね。悪いですね。ここ。パドルシフトをプラスにしたら、まあ、一足に入るじゃないですか。で、戻すときは、両方一緒に押すとニュートラルになるそうです。で、普通に踏んだら下に下がっちゃうんでしょ、オートモなのに。そうですね。なんて言うんですかね。うん、クリープがないですから、この人は。クリープがないから、なんかそのまま下がっちゃうみたいな感じですよね。下がっちゃいますね。わかりました。でね、ここからがすごいね、重要なお願いでして、私もね、この LFA を運転したっていう既成事実を作りたいんですよ。やから3メートルだけ動かしてもいいですかね。どうぞ。いいですか。見てください。敷地内を3メートルだけ。はい、一回運転してみたいと思ってた車なんですよ。今日すごく楽しみで、
きたいと思います。あきこ、行きます。あ、怖い。はい、あき、あきこ、止まります。どうでした？やっぱりエンジンサウンドが全然違います。踏んだら踏んだだけスムーズに走ってくれる。あとはやっぱ乗ってて面白いって思わせてくれる車かな。ハンドリングはちょっとピーキーかな。でもその分だけギュッと踏んだらピタッと止まってくれる。人馬一体っていうのはまさにこのことかなって思いました。でもやっぱりこの一番の魅力はコーナリングが楽しいってことかな。曲がってないけども全然。3メートル走ったら分かるんだよ、こっちは。何年車乗ってると思ってんの。3メートルで性能が分かるのよ。はい、ということで LFA のレビューをしてきましたけれども、いかがだったでしょうか。もうね、寿司で例えるならね、この LFA っていうのはまあもうキューベみたいな感じなんでしょうね。あの最高の食材を使って、まあこの匠の技を持つその職人さんがあのこの車を作っていくというか、まあもう完成させていくっていう感じなんだろうなと思います。今日吉野くんが乗ってきたプロボックスはあれやね、もう寿司で例えるならあのくるくる寿司みたいなもんやね。みんながガツガツいける、値段もそんなに気にしなくていいみたいな、まあそれはね、それの良さがあるので。ただまあこういう車にもちょっとあの今回乗らせていただいてすごく光栄でした。じゃあもう今日は寿司食いに行くか。寿司をくるくる寿司、くるくる寿司。今寿司ロー回ってないけどね。くるくる、でも寿司ローは寿司ローだから、くるくる寿司、くるくる寿司。一皿130円、ちょっと値上がりした。